はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ始めていきましょう。真冬の、真夏と聖なる学者をリセーヌイベントですね、イベントストーリー始めていきたいと思います。オープニングから、わからんくない？じゃあ男子乗りってしときますけど、チエロは可愛い女の子たちとパステルピンクなお話をしたいのに、男子乗りなコメントがチャット欄をどどめ色に染め上げるんですよ。下ネタとかセクハラみたいな。いや、そういう明らかアウトなのは NG すればいいだけなんですけど、じゃなくてほら、女子と軽口叩き合いたい文化、なんなら俺らが面白くいじってあげなきゃ、敵の使命感みたいの。こっちは笑いとか面白求めてないんで全然いらないんですけど。ああ、よくわからんが、望まぬならそう言えばいい。チエル君ならそれとなく穏便に伝える社交術ぐらい心得ているだろう。むしろシンプルに帰れって言えちゃうハートの強さあんでしょ。はい、どっちも試したけど効果なかったです。もうほんと帰ってほしいから帰れって言ってるだけなのに、煽り営業、辛辣助かる、そういうのもっとちょうだいとか、なんか勝手に盛り上がって投げ銭まで飛んでくるんで引きました。はあ、ある種の異文化交流だな。転写魔法も通信魔法も目覚ましい速度で発展している。声を遠くへ飛ばすだけで大騒ぎしていた時代もすでに遠い昔か。流行に疎めなユニ先輩でもそんくらいの理解はあんすね。バカを言うんじゃない。次世代の魔石更新網については界隈の学会誌において、君たちの遊び道具になるよりずっと以前から注目されていたのだ。じゃあユニ先輩も配信者のライブとか見るんです？そこまで暇ではないが、情報としてある程度の潮流は観測している。仮装して剣舞を披露するなんとかいう霊人が人気なのだろう。情報フル。鏡様なら事件を起こしてパクられましたよ。何？あの時代の長寿鏡が。結構前だよね。今頃騎士団の豚箱で臭い飯食ってんじゃないすか。なんと、空気力学に基づいた彼女の知的な権威に触発され、僕も毎日この斧だか槍だかの稽古を始めたというのに。ぼーいつも7秒ぐらいで飽きてます。ユニ先輩いつもクエスト出ても堅くなに、僕は戦わんとか言ってませんでした？ペンは剣より強いのだからなんたらかんたら。
しかり、火の玉を飛ばすような野蛮な魔法は我が学派の教義にもとる。しかし自らの呂力で武具を振るう分にはその限りでない。端的に還元すれば知性の戦士ユニ。おお、かっこいい。そうっすね。で、いいんだけど、現状を無視してこの日常会話いつまで続けんすか。永遠にというわけにもゆくまいな。是非もない。そろそろ現実と向き合うか。そうですよ、鏡様のこと言ってる場合じゃないんですよ。うちらだって今現在檻の中にぶち込まれ中なんですよ。ああもう、どうしてこんなことになっちゃってるんですか。いや、どうしても何も。チエル君が興味本位で他校へ無断侵入して、アマツさえ日常的に授業を受けていたのがバレたからだろう。連帯責任の名のもとに僕らまで巻き添えを食らったのだ。そうでしたね。クロエ先輩が優勝ボランティアだと言い張って校則違反ことアルバイトを繰り返していたのがバレたからでしたね。連帯責任とか言われてうちらまで巻き添えを食らったんでした。そうそう、ユニ先輩が論文制作の資料としてとか嘘言って明らか私物の本を経費で買いまくってたのがバレたからだよ。連帯責任だっつって全員巻き添え食らわされてマジ迷惑。やれやれ、少々やんちゃが過ぎたか。初犯なら執行猶予がついたかもですけど、あまりに余罪ありすぎますからね。この3人もはや誰がどれがじゃなくて累積ないよね。僕はその後体制に屈して停止性の反省文をしたためたが、君ら2人は億劫があってその提出を怠ったからな。ユニ先輩だってペナルティの事前活動を朝起きらんなくて全然来なかったじゃないですか。はあ、参ったな。客観的事実に基づけば情状酌量の余地が全くない。端的に還元するとダメだこいつら。つってもまあ高速的には最悪退学だったかもしんないし、こんなんでも一応あいつなりの温情なんすかね。ん、回想シーン。判決、ユニ被告、クロエ被告、ジエル被告。なんだこれ。以上3名を生徒会自治法にのっとり学内禁止処分とします。禁止、学内禁止、自宅禁止とかじゃなくて。ええ、通学自体は許可します。しかし登校した際はこちらの指定する一室、旧校舎地下にある特別自習室以外への立ち入りを禁じます。補習授業部、あなた方は当面の間そちらで特別自習に励んでください。詳細は現場の担当官より直接説明を受けるよう。以上です。当面の間って具体的にいつまで。無期懲役、死刑、無期実習です。担当官から模範囚、死刑、模範生と認められればその時点をもって釈放、死刑、謹慎解除とします。なんかめちゃめちゃ言葉選んでる。特別実習室、一体どんなところなんだ。以上です。ナタリー初期、彼女たちを豚箱へ。選ぶなら最後まで選ぼう。会長、本当によろしいのでしょうか。旧校舎の特別自習室といえばあの方の管理する。構いません。倫理上あまり切りたくはない手札でしたが、外圧は不穏分子に対して厳しい処分をお望みのようですから。ですが自習室のあの方もあの方で割と問題が終わりに。蛇の道は蛇、毒を持って毒を制す。化け物には化け物をぶつけるのです。
門の豚箱なんだもんな。なんであんだよ、ビビるわこの学校。しかりだが嘆いていてもことは変わるまい。この豚箱、元い自習室を出るにはここの監修、元い担当官に、我々が模範囚、元い模範生と認められねばならん。ユニ先輩、うちらは別に言葉選ばなくていいんですよ。何が自習室ですか、こんなとこ豚箱ですよ豚箱。待て、なんだこの金の音は。戦闘テレサ女学院、そして謎の効果読書。誰か来ますね。白い制服ってことは生徒会の人。シスターマリアの言っていた監守とやらか。監守さん、優しい人だといいな。ごきげんよう、迷えるラム肉ども。待たせちまったな。悪い悪い、ちょっと正義かましにギャングの巣勝ち込んできたんだわ。小銭よこせっつったら叩きだゆすりだ生言うかばよ。端から端まで全顔面5、6発ずつぶん殴ってたら楽しくなって時間飛んちまったぜ。なんかやべえやつ来たな。あの目は本物だ。本物の狂気が宿っている。なんでうちの生徒会って極端な人ばっかりなの。奈落へようこそ。あたいがここを仕切ってる生徒会副会長、ペレジョ3年の富江だ。おめえは罪を見そいでバリバリ悔い改まっていこうぜ。よろしく。挨拶しろやこら。よろしくお願いします。暑いね。元気あんじゃねえかシャバ僧たち。おめえらの話はちょいちょい聞いてる。個人的にはこびない犬は嫌いじゃねえんだけどよ、上等金のは大人だけにしとけや。会長の顔は潰すな。かしこまりました。しかしなんだな、おめえらみたいのがいるた。しばらく潜ってるうちに上も変わったもんだ。あたいにケツが回ってくるなんざ世も末だろう。主も嘆くわ。まあせっかく巡り会えた大型新人だ。正義の名にかけてみっちり構成させてやっからよ。楽しくやろうぜなあ、半熟聖女ども。なんだよ正義って、完全に悪役の笑い方じゃねえか。これに模範囚と認められねばならんのか。ひょっとしてうちらもう終わってます。おおこら悪ガキども、なんだ懺悔がちっとは進んでねえな。みんな調子で立派な聖女になれと思ってんのか。あシャバの甘さが抜けてねえな。みそげ清まれ特圧だ。いちいち声でけえな。そろそろ黙らすかあいつ。ダメですよクロエ先輩、抑えて抑えて。とりあえず模範囚になってやるならここを出てからです。よし、そんじゃ102号、セントテレサの教え百箇条、音読始め。一つ、清らかにしてしとやかたれ、いかなる時も。ああ、聞こえねえよ。何しょんべんみてえな声でジョボジョボ言ってんだ。すかしたいきりしてねえで腹から声出せや、不感症気取りが。一つ、清らかにしてしとやかたれ。いい
じゃねえか。それだよ、その声が聞きたかったんだよ。やっぱかっけえな、おめえ。あ、え、なんとつぜん、キモ。突然じゃねえだろ、ずっとかっけえんだろ。ずっと弟たちの憧れるかっけえお姉ちゃんでいろよ。見てたぜ、声楽祭の活躍。おめえドラマの主人公みたいだったな。監修さん。おい101号、おめえ手止まってんぞ。無理です、セントテレサの教え100箇所を100回書き取りなんて無理です。可愛いチエルのか細いおててがぶっ壊れちゃいます。ピアピアうるせえな、喉が切るぞ。勘違いつべこ、泣いて許されんな子供までなんだよ。黙って言われたことやれ。だよおめえ、意外とまっすぐな字書くじゃねえか。え、たーこ、おめえの本性なんて全部めくれてんだよ。チェルチェル騒いで今を楽しむのも勝手だけどよ、中身がまっとうなやつはバカも隠しきれねえな。監修さん。おい、こら103号、腹筋100回どうした、進んでねえな。何勝手に死んでんだよ、殺すぞ。殺してくれ。肉体など所詮は魂の入れ物、僕の本質は思想と探求、改革を磨いたところで意味などない。ブワーカ、頭悪いな学院主席。てめえの未来をてめえで閉じてんじゃねえよ。え、大層なおもちゃしょってんのは心の奥に夢があっからだろ。ふてくされてねえで、欲しいもんは根こそぎわしづかめよ。案外慣れっかもしんねえぜ、おめえの焦がれる知性の戦士によ。監修さん。おっと時間か。じゃあな豚ども、次のお楽しみまでどっさり構成しとけよ。おりゃー、ふにゃー、ごしゃー。大変ですわ、クロエ先輩。ユニ先輩が監修さんの口車に乗せられて戦士の道を歩んでますわ。全く腰の入ってない軟体動物のような素振りを続けてますわ。やれやれ、あの人にも困ったもんだな。しかしこんな檻の中で自習を続けるだなんて言われたものの、俺たちは一体いつになったら元の教室へ戻れるんだ。大変ですわユニ先輩。クロエ先輩が若者向け物語のやれやれ系主人公になっていますわ。しかも新明けのやたら国面に状況説明してくれるやつですわ。ポーン、全員脳波レベルが低下しています。大きく息を吸って正気にお戻りください。あ、しまった、うっかり洗脳されかけていた。やば、うちもだわ。今完全に読者を意識してたわ。もうお二人ともしっかりなさってくださいまし。そういう君も綺麗なチエル君になっているぞ。うわ、あぶな。チェルーン、チェルーン、チェルーン。チェルーンの100本ノックで自我を取り戻さないと。あの監修やべえな、言葉巧みすぎんだろ。構成っつうかもはやモラハラのプロだわ。やばいですね、叩いてからあげるとか完全に DV 彼氏の手口ですよ。過酷な環境は正常な判断力を麻痺させる。まずいぞ諸君、ここに長くいては危険だ。我々ユニチャンズが立派な聖人君子にされてしまう。そうですね、我々仲良し部が立派な聖人君子にされてしまいますね。くそ、こんなところ一刻も早く抜
け出してやる。聖人君子に俺はならない。よっ主人公。ママ先生方ごきげんよう。この度はよくぞまた特別講座を引き受けてくださりまして、今回もえりすぐりの優秀な生徒たちを集めておりますので。え、仲良し部ユニさんたちですか。彼女らは何と申しますか、今所用で少々遠いところへ。え、あの子たちをカリキュラムの中心に想定されて、はあ、そうでしたか。よりにもよってあの問題児たちを。いやいや、とんでもない。出資者でもあられる皆様がそうおっしゃるならご随意に。ですが、その少々お待ちいただけますか。もしそこのあなた、そうです、ルーセント学院から来ているあなたのことです。元気があってよろしい。本日4次元目に特別講座を行います。第3講義室へ集まるよう例の3人にも伝えておいてください。ああ、そうでしたね。もうこんな時にマリちゃんったら、大口の出資者に特別講座を開いてもらうなんて学院の名を挙げるまたとない機会だっていうのに。いや、何でもありません。自習室の問題については大丈夫です。こちらの方で適当に何とかしておきましょう。釈放だとよ。おめえらシャバ戻っていいぞ。はい。耳もげてんのか。でもつってんだよ。さあな、こっちが聞きてえよ。上に吹く風はいつだって気まぐれだ。まあわけは知らねえが、詰まるとこ主のおぼし召しってやつだろ。おテントさんがおめえらの反省見てお許しになったんだろうよ。じゃあマジでここを出ていいのかね。ああ、すまねえ。おめえらを立派な聖女にしてやれなくて悪かったな。看守さん。なんてシャバい面しやがる。めでてえ日和じゃねえか。何時らの門出に祝福あれだ。看守さん。アバよ。二度と戻ってくんじゃねえぞ、シャバ像ども。そういや、おめえらの名前聞いてなかったな。二度と会うこともねえんだろうが、よけりゃ最後に。ねえじゃねえか！お前もクソもねえな、あいつら。久しぶりね、セントテレサ女学院。再会する皆様の驚かれるお顔が楽しみですわ。誰だろう。特別講師。まずイベントクエストをやらねばならない。出番ね。
おやすみ全員。ない奴らだ。やりすぎちゃったかしら。次はドイツだ。キューのタッチ。なおやすみ。全員。ダバッコ。腕が鳴るね。ブライトフェス。派手にクリスマスのサードショー。歯応えのない奴らだ。やりすぎちゃったかしら。次はドイツだ。キューのタッチ。なあ、おやすみ。全員。ラスト、オータムオープン。ブライトフェス、派手にクリスマスサードショー。歯応えのない奴らだ。やりすぎちゃったかしら。次はドイツだ。キューのタッチ。なあ、おやすみ。全員。スタミナ新商品受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。チェルーン先輩、大変です。メリゾには美味しい屋台もいっぱい出てます。何ボケっとしてるんですか。早くおごってください。ほら行きますよ。ただいま新校舎。
に染み散らかすわ。ああ、ついに戻ってきたな。これぞ我々ユニちゃんズの平穏な日々だ。そうですね、我々仲良し部の平穏な日々ですね。いやー、おとみさん最後二度と戻ってくんなとか言ってましたけど、もちろん頼まれたって誰が戻るかですよね、あんなとこ。オールピ積まれたってやだわ。てか、あのイカレ聖女を窓際部署に配置してんのマリアの英断だな。そのまま世に出しちゃったら管理側のガバナンス問われるままの問題物件でしたもんね。突然の別離を告げられて、うっかり熱い感動ごっこで締めてしまったが、冷静に考えたら僕らが感動する要素一つもなかったしな。しかし、なぜ我々は唐突に解放されたのだろう。事情はシスタートミエも把握していないようだったが、鋼のマリア君に何ぞ心変わりでもあったのだろうか。なんすかね。まあ何でもいいっすよ、もうあの地獄に戻んなくていいなら。おう後輩、久しいな。今日は登校していたのか。先輩遅いです。今日までどこで何してたんですか。うちらさっきまで恐怖の地獄プリズン編やってたんですよ。君の方はどうだね。しばらく見なかったが息災にしていたのかね。どうせ他の女のとこ渡り歩いて金にもなんない慈善活動してたんでしょ。いいけどさ、なんだって戻ってきてくれたんなら。それでなんか探してたみたいですけど、先輩どうかしたんですか。はあ、先生に指定された教室っていうのはここか。しかし、すでに大勢の生徒が集まっているみたいだけど、なんだって俺たちこんなところに集められたんだ。クロエ先輩、新明けの主人公ごっこはもういいんですよ。おお、仲良し部来た。ごきげんようですわ、クロエさん。お勤めご苦労様ですわ、クロエさん。ゾース、ね、これ何の集まり。私たちも詳しくは伺っていないのです。ここへ集まれとしか伺っていないのです。なんか重大発表あるみたいなことをマザー言ってたけど。マザヒルちゃんの重大発表って何ですかね。重大発表って言ったら大体結婚か解散か新曲発表ですけど。チエル君、マザーは芸能活動をしていない。ねえ、すればいいのに。適当な相槌に定評のあるチエル。皆さんごきげんよう。ユニさんたちも戻っていますね。お勤めご苦労様でした。ご本、それでは始めますよ。これまで当学ではたびたび外部より専門家を招きして実践的な社会活動を学ぶ機会を設けてまいりました。それが理事会や出資者様からの覚えもめでたい特別講座です。ああ、はい、ありましたね。自然のなんちゃらとか経営のなんちゃらとか、まあ習ったことあんまり覚えてないですけど。巨大植物魔物や巨大鋼鉄人形が暴走して、その度学院が滅亡の危機に瀕した記憶ならある。そんで毎回うちらが濡れ衣を着せられた記憶ならある。つまり嫌な記憶しかない。あらあら、皆さん、そんな眉間にシワを寄せて嬉しそうに。え、そうです、お待ちかねの特別講座が本日よりまた始まるのです。完成を上げるのはまだ早いですよ。今回はなんと以前好評を博したあの方々に再びお越しいただきました。それではお呼びいたしましょう。
座学にとどまらない実践的経営学の講師を務めていただきますのは、ご存知こちらの方々です。どんぞ。ごきげんよう、セントテレサ女学院の皆様。あ、メルクリちゃんたち久しぶりね、みんな。また会えて嬉しいわ。いい子にしてたかにゃ。特別講師、メルクリウス財団、メルット参上にゃ。にゃー。どうしたんすか、姉さんたち。今日はまた一段とご陽気な登場っすね。あと、特に久しぶりという感覚はない。うちらとメルクリちゃんたち、学院の外でちょいちょい絡んでますもんね。こないだはドームぐらいの感覚ですよね。誰だっけ、このご陽気姉さんたち。ほら、あの方々ですわ。前回の特別講座で巨大からくり人形を暴走させた。そして私たちの校舎を大炎上に至らしめた。一体今回は何を思やしにいらしたのかしら。あら、皆様、こちらの想定していた反応と少々温度差がありますわね。さすが私のマナ弟子、よくぞ聞いてくれたわ。むしろ真っ先に聞いてほしかったわ。これは今回のプロジェクトの象徴、いわばユニフォームですの。プレゼンテーションはインパクトが大事ですから、演出手段として形から入らせていただきましたわ。講座が始まればみんなにも来てもらうことになるわね。あ、水着を。なんで、まだ割と冬っすよ。そう、それにゃ。今回の特別講座は君たちにうちの新事業、真冬のサマー計画を手伝ってもらうのにゃ。真冬の、え、なんて。真冬のサマー計画にゃ。真冬のサマー計画。難しいな。つまり端的に還元すると、冬といえばサマーですわ。冬といえばサマー。おい、何を言っとるんだ君たちは。さっきからずっと何を言っとるんだ君たちは。メルクリちゃんたち、過重労働でついに頭が。違うわよ。そういう新しい価値観を作りましょうって話なの。正気とは誰も思いつかないところ、つまり何を言っとるんだの先にこそあるものですわ。それが真冬のサマー計画。常識を覆す革新的なビジネスにゃ。素晴らしい。さすが特別講師の先生方、とても勉強になるお話です。ユニ博士、メモは取らなくていいのですか。いや、今のところよからぬ予感がするだけで、具体的な話は何一つ見えていない。そうね、ちょっともったいつけちゃったかしら。それじゃあサプライズも兼ねて現場で体験してもらいましょう。まあ、ありがたいお話ではないですか。ささ皆さん、あんぐり口を開けてないで早速旅支度をなさい。はあ、え、今から。状況によっては一泊ないし2泊や3泊するかもしれませんが、保護者の方々には私どもの方から連絡を差し上げておきました。問題はありませんよ。そういう問題かよ、という大問題が発生していますわ。学院と財団の連携プレーが手際良すぎて恐怖ですわ。現場は少々遠いですが、その点もご安心を。こちらの中庭に当家の飛空艇を待たせておりますわ。おお、飛空艇。噂に高い空飛ぶ船か。それは興味深いな。
いや、そんなもんまで引っ張り出してうちらどこ連れてかれんのよって話じゃん。はあ、読めたぞ。真冬のサマー計画。アストライア大陸の遥か南には年間を通して気候の変動が少ない常夏の島もあるという。そうした土地を買い押さえ、リゾート事業でも始めたのではないかね。さすがね、ユニ博士、大体正解よ。まあ、南の島ですって。なんだか楽しそうですわ。素敵な出会いも待ってそうですわ。で、結果うちらどこ連れてかれんすか。手見すぎんで。めっちゃ来たじゃねえか。通称ドユキ山。ドユキ山で水切りして、頭チェルっておられますわ。あんなとこ誰と出会えんのよ。岩ぶん投げてくる猿しかいないじゃん。己測ったな、チェルクリウス財団。またしても常識を覆すという名目のトンチキビジネスか。無邪気に喜んでしまった一瞬前の自分を呪いたいぞ。まずは念のため聞いておくが、この特別講座とやら我々に拒否権はあるかね。もちろんです。我が校はいつだって生徒の自主性を尊重しますよ。もし気が進まないということであれば、こちらに残って平時の授業を受けていただくまでです。授業か。それはそれでだるいんだよね。ことに仲良し部の皆さんは生徒会自治法によって課せられた実習も残っているでしょうしね。なるほどな。つまり御社とはそういうことか。理解。豚箱か雪山かの二択ってことね。実質一択じゃないですか。チエル、もう牢獄生活は絶対嫌ですよ。さあ皆さん、どういたしますか。自由に選んでいただいてよろしいのですよ。あの地獄へ戻るぐらいならどこへなりと進むしかあるまい。立派な聖人君子になどなってたまるものかよ。クロエさんたちが行かれるなら私たちも。覚悟を決めてご一緒させていただきますわ。ああ、そうね、よくわかんないけど仲良し部に任せとけんいいや。中庭に飛空艇が停泊していると言ったな。では秋野くん、罰病の準備を。真冬のサマー計画とやら不本意ながら巻き込まれてやろう。結局こうなるんだもんな。今回はどんなクソ展開が待ってんだか。ネルクリちゃん絡みですからね。最後多分爆発落ちとかですよ。テレサ女学院の皆様、参りますわよ。水着のご準備もお忘れなくな。だな、偉いやつの顔面に生卵とかぶつけて青ざめた騎士団とリアル鬼ごっこでもしてくか。ごきげんよう副会長。おお、なんだよ、珍しいじゃねえか。あんたほどの天井人が直々に下へ来るなんてよ。
仕方ないでしょう。ここには規定の信任票を得て副会長職に任ぜられながら会議にも祭事にも出ず引きこもっている幽霊役員がいるのですから。そういうのは柄じゃなくてな。それによあたいみたいのが生徒会室にいたら偉大なおばさま方に睨まれんのはあんたの方だぜ。まあせっかく来たんだ、ゆっくりしてけや会長。今チャ入れてやっからよ。縄文の粉が入ったんだ、こいつは効くぜ。富江副会長、白色の粉末を透明の小袋に個別保管するのは視覚的にどうかと。そっか、あんた砂糖は入れねえ派だったな。ミルクはどうか盛りだよな。ああそれとくそうめえシフォンケーキがあんだよ。ほれ会長の好きなあの店の。気遣いは無用です。準備して待っていただいたところせっかくですが。はあ？別にあんたのことなんか待ってねえよ。勘違いすんな。それは失敬。彼女たちの様子はどうですか？ああ去年の誕生日あんたにもらったワンコロどもか。あいつらなら調子バリバリよ。毎日鎖抱かせて柔軟剤風呂の底に沈めてっから。違います、仲良し部を自称する受刑者たちのことです。ああそっちか。噂通り面白い連中だったわ。だったありゃ上がざわつくのもわかるぜ。箱入り育ちのお嬢様たちは染まりやすいからな。あんな特定外来種を泳がせてたら生態系ひっくり返っちまう。でもよ会長、あんたが連中を豚箱送りにしたのは極刑を望むおばさま方の目から守るためだったんだろ。そういうシャバくせえ甘さ嫌いじゃねえよ。今回は残念だったな。待ちなさい、何を言っているのです。富江副会長、今彼女たちはどこです。あ、なんだよ聞いてねえのかよ。あのシャバ像どもなら御社だっつって先行が持ってったぞ。ねえみんな、やる気があるのは結構だけど、水着になるのはついてからでよかったんじゃないかしら。そういうの先に言って。もうやだ。帰りて。めちゃめちゃお気に召したわ。
出発前は忌まわしい記憶ばかり先行してぐずぐずと二の足を踏んでしまったが、つまらぬ杞憂だったな。さすが経済界の風雲児メルクリウス財団、頭チェルクリウスじゃなかったんですね。感動ですわ。乾杯ですわ。よし、全員メダンの姉さんたちに土下座な。ごめんなさい。やっはっは、苦しゅうない、表をあげるにゃ。冬に水着って言われてみんなが驚いちゃったのもわかるわ。こういう屋内の温水プール自体まだランドソルではあまり一般的じゃないものね。いや、すごいです、ほんとすごいですよ。すごいんですけど、だけに一点どうしても謎いのが。うん、なに？何もこんな山奥に作ることはなくないです？本当だよ。ああ、その問題ね。ミホユシらしくないぞ。核も都市部から離れた立地では集客面において非効率に過ぎる。三度の飯より効率を愛す本味の美学に反するのではないかね。その点は飛空艇による送迎シャトル便を運航させたり、ゆくゆくは転移魔法の陣を敷いて団体客に対応したりなどして移動工程さえアトラクションと捉えていただく試みを模索中ですわ。あ、チエル、そういう考え大好き子ちゃんです。旅行って家を出てから目的地に着くまで全部がワクワクですもんね。それも分かんなくはないけどさ、つってもやっぱ近いには近い方のが無難くない？え、なんでみんな一斉に目そらすんすか、姉さんたち。ともあれ、よくぞこのような寒冷地のただ中に全館空調完備の広大な温暖空間を作り上げたものだ。でたらめなほど規格外の熱管理システムを構築せしめたのではないかね。ええ、それはミスタリアグループ各社による最新鋭技術の集大成ですわ。ちなみに今みんながいるこの辺りはプールエリアよ。お子様連れのファミリー層から本格派アスリートまで多様なニーズに対応したいろいろなプールが集まってるの。中でもメインのアクティビティは空気圧の振幅原理を応用して断続的な波を起こす増波プールにゃ。マルジェン海岸直送の砂を敷き詰めた人工ビーチと合わせて屋内でありながら模擬的な海を作り出しているのにゃ。それにここは夜も素敵なのよ。静かな波音とイルミネーションの相乗効果でとてもロマンティックな波打ち際が満喫できるの。にゃー、素敵な出会いが待ってそうだといいわね。そこまでは責任持てないけど、その他にもエリア一帯を収容できる流水プールや半チューブ状のコースを水流で下るウォータースライダー、アスリート向けの競泳プールなどもありましたよ。まるでプールの見本市ですわ。プールだらけのプール大魔境ですわ。そしてこちらの一帯がフードエリアですわ。おー、いいっすね。なんか屋台とか並んでてフェスっぽい。ガーゼン熱い。はあ。食事嫌いのユニ先輩以外全員モリモリテンション上がってます。かき氷やトロピカルジュースで南国気分を味わうもよし、ドゥンヌス丼やテンタパス飯ほか海鮮料理に舌鼓を打つもよしですわ。ラッシュカッテ、メリゾ出張店ではたい焼きもあるにゃよ。たい焼きって海鮮料理だったんだ。もちろん、夏の海には付き物の麦しわだってあるわよ。お
オール未成年の団体相手にその情報いります？さて次はショッピングエリアを紹介いたしますわ。参りましょう皆様、こちらへ。何？また移動するのかね。あ、いや僕は構わないのだが、そろそろ後輩たちが疲れ切って限界のようだ。すまんが、彼女らのため残りは口頭説明で済ませてほしい。あら、それは失礼。では宿泊所に着かれましたら、各自パンフレットの園内図をご覧になっておいてくださいまし。一応簡単に言っておくと、向こうにはショッピングエリアがあって、そこではスイム用品やお土産をお買い求めいただけるので、あっちにはステージエリア、週末にゲストを招いてライブイベントを開いたりする予定よ。本開業後にはあのカルミナだって来てくれるんだから。あ、ちょっとチエル聞いてませんよ、そんなビッグニュース。だったらその時に呼んでくださいよ。あ、嘘、違う、関係者席でお行儀よく見ててもつまんないからやっぱ呼ばないで。現場の醍醐味はオタクたちの熱気と歓声にまみれてこそだし。チエル、うるさい、ちょっと黙って。あのさ、今美冬先生本開業後はって言った。あ、どういうこと？ここってまだ本開業じゃなかったの？ええ、まだプレオープン期間なの。今入場してるお客さんはテレジャのみんなも含めて、こちらから招待させていただいた関係者やそのご家族だけよ。それでか、規模の割に男少ないなとは思ったんだよね。うん、了解だ。とりあえずこのメルクリゾートの概要は把握した。プールエリアにフードエリア、あとショッピングエリアとステージエリアだったっけ。そうだわ、忘れてた。あと一応ね、隅っこの方に昔ながらの天然温泉もあるのよ。温泉？なんでそんな重要スポット忘れるんですか。いいですね、温泉。あとでみんなで湯煙りましょう。都合でね、あまり過度な期待はしないでもらえると。どうした、急に歯切れが悪くなったな。さっき質問があったじゃない、どうしてこのメルクリゾートを雪山の奥地に建てたのかって。ああ、聞いたな。不自然に話をそらされて回答は得ていないが。それって逆なのよ。そもそもこの真冬のサマー計画は、ひなびた乾村の町おこしを相談されて始まったものなの。まず最初、地元の人たちに話を聞いてみたら、集客要素は地味で小さな温泉郷ぐらいしかないって言うから、じゃあその近くにおまけのレジャー施設を建てましょうって話になって。おまけ？計画を進めるうちに革新的なビジネスプランが次々と思い浮かんで、ついついおまけの方に力が入りすぎてしまったのにゃ。もちろん収益は自治体にも配分されますし、地元の皆様には喜んでいただいてますけれど当社の企画理念を思えば少々やりすぎてしまった感は否めませんわね。少々っていうか完全にやりすぎでしょ。メインとおまけ逆転しちゃってんじゃん。財団そういうとこだぞ。勉強になるな。そう、それよ、勉強の時間よ。前提となる情報共有が済んだところで、さ、特別講座を始めましょう。特別講座か、あったな、そんなのも。それが主目的よ。冗談だ、我々とて恩赦を受けてここにいる以上、すでに腹はくくっている。あの地獄へ戻るくらいなら、
この講座には前向きに参加する所存だ。ただでたっぷり遊ばせてもらっちゃいましたしね。さすがのチエルも交通費と入場料分ぐらいはお手伝いしていきますよ。あーね、バリクソ楽しんだのは事実。ええ、そう言っていただけるのでしたら、皆様にはその感動を広く発信していただきたいですわ。はて、どういうことだろうか。本開業を間近に控えているここメルクリゾートなのですが、今日に至るまでプロジェクトの方向性が二転三転していたせいで、実は広報面において遅れをとっているというのが正直なところですの。端的に還元すれば、すげえのできたけど盛り上がってねえなぁと。特に若年層への周知が足りてないのよね。ああ、確かに。実際うちらこんな面白いとこ作ってたなんて今日初めて知りましたもんね。もともと渋めの温泉スポットを想定してたから、ファミリー層や年配層への広報に力を入れてたのにゃ。というわけで皆さんには同世代に届く等身大のプロモーションも企画していただきます。同世代に届く等身大のプロモーションって何です？それ、グッズの企画会議に参加して女子受けするネタ出したりとか。手作りのポップなチラシ作って若いのが集まる店に貼らせてもらったりとか。なるほど、そういうのもありだにゃ。うんうん、いいじゃない。他には他には。いや、聞いているのはこちらなのだが、何なのだね、その等身大のプロモーションとやらは。だからそれはほら、若い子ならではのっていうか、プロでは思いつかないようなそのノリと勢い。ああ、もう言語化できるなら自分たちでやってるわよ。なぜ僕は今怒られたんだ。通称逆ギレウス財団。講師諸君、我々は派遣社員ではない。実務に関われというなら素人学生にも分かる具体的な指示が欲しい。私たちが仕事を教えるのは簡単にゃ。でもそれじゃ勉強にならないんや。君らが考えたり話し合ったりして学び取るものに意味があるのや。あの人ユニ先輩みたいなこと言ってますよ。己理系猫め、小賢しい正論を。てか、それっぽいこと言ってる風で結論ただの投げっぱなんだよな。しかもただ働きですよね。これうちらに何かメリットってあります？あー、帰りてー。あらあら、皆さんやる気がみなぎっていますね。先生いたんだ。当然です、親御さん方から大切なご息女をお預かりしているのですから。私には学院を代表する引率者としての義務があります。卒者、監視者の間違いではないのかね。監視する必要ないっすけどね。うちら誰も引く手動かせないんだもん。ここから逃げようないわ。通称クローズドサークル、やってくれましたね、マサヒロちゃん。御社の件も含めて学院側の完全犯罪ですよ、これ。それでは聖なる学者の皆様、社会勉強のお時間ですわよ。私たちに代わって素敵な広報戦略を考えてくださいまし。え、結局なんなん等身大のプロモーションって。よくわかんないけど、要は案件ってやつじゃないです？配信界隈で企業が個人に依頼するというあれか。
ではひとまずその線で考えてみるか。で続きを。海じゃん、ウケる。なんでなんで、どういうこと？あは、ほんとだ、意味わかんなすぎ。これ完全に波だもん。ほらユニ、見てみ。うわ、本当に海みたいだわ。とてもすごい、夢のような光景ね。やっばい、だって外雪降ってんだよ。これもリアルに楽園説ない？説ある、それな。ほらユニ、来てみって。ここはまるで楽園みたい。まさに冬といえばサマーだわ。みんなも早くメルクリゾートウィスタリアンズに大集合よ。とこのような PR 動画を作成してみた。あくまで試作段階ではあるが、ここからみんなの意見を取り入れてブラッシュアップさせていき、最終的には魔石更新網に乗せあまねく世に発信しようと思っているだそうです。当動画の想定するメインターゲットは若年層、我々世代だ。視聴者各位の同時代性に訴えかけるため、同級生3人でフラッと遊びに来たという汎用的な設定を採用した。みずみずしい新人キャストによる自然体の演技にも注目してほしい。あえて脚本を立てず、演者のアドリブで描かれる10代のリアルは、うちらも行ってみる？的な共感を喚起して集客につながることだろう。おっと、申し遅れた。本作で監督、脚本、主演を務めているユニだよ。こちらの2人は助演その他のクロエ君とチエル君。雑用 A です。今回は全て監督に委ねてます。雑用 B です。苦情は全て監督へお願いします。なお余談だが、撮影用の高性能魔道具一式は財団に用意させた。今もメイキング用に高性能キャメラを回している。撮影者は彼。さてどうだろうか。個人的には問題ないと思っているが、一応客観的な判断も仰ぎたい。諸君、今の動画を鑑賞してどう思ったかね。ですわ。ですわ。どうした？忌憚のない意見を述べてもらって構わないぞ。いや、そうは言われてもねえ。どういたしましょう。忌憚なく申し上げたらひどいの3文字で終わってしまいますわ。どうにか引っ張ってもひどすぎるの5文字が限界ですわ。なんか審査員席お通夜みたいなトーンで緊急会議始めたな。歯に衣着せぬで知られるミーコさんでさえ言葉に困ってます。ちなみにあの人に気を使わせるってよほどのことですからね。っていうかチエルとクロエはなんでそちらの顔なの？子供の教育は親の役目じゃん。こういうの身内で処理しといてよ。どう考えても元凶はユニコの演技力でしょ。これですが、ユニ博士は特別講座の課題に私たちを代表して取り組んでおられます。ふわっとした面倒な課題に率先して取り組んでおられます。そこなんだよね。だから下手に機嫌損ねて
じゃあ君たちがやりたまえってパターンだけは避けたいよね。よく聞こえないけど、多分あいつらうちらと同じ結論に至ってんな。まあ現状一番やる気あるのユニ先輩ですからね。おー、ユニと道具は使いよう。あ、ロゼッタどうした急に。ああ、あのさ、いや私はいいと思うよこの動画。何？本当かね。ああ、まあこういうのも逆にありかなって。逆に？ああ、あの私も素敵だと思いましたわ。私もめちゃスコだと思いましたわ。いやいや、そうかね。そんなにかい？どういうとこが？どういう？全体的に処方…ああ、いえ、手作り感。自主制作ならではの温かい手作り感が素敵でしたわ。ですわですわ。全体的にダサ…ああ、いえ、アットホーム。映像からにじみ出るアットホームな質感がめちゃスコでしたわ。うむ、クライアントのオーダーは同世代に届く等身大のプロモーションとのことだった。故にあえて作り込まずプライベートムービー風に仕上げてみたのだ。資本に物を言わせた大々的な広報は目段の領域。我々はこのごく個人的な日常動画が若者たちの間で拡散され自然発生的なムーブメントへ発展することを期待している。口コミ狙いってやつね。理屈としては通ってんだけど理屈しか通ってないんだよな。通称夢見がち。こんな捨てま丸出しのショート動画一本でバズれたらランドする住人インフルエンサー大量発生ですよね。つって他に代案とか思いつかないし、ユニ監督にお任せするけど。意外とダサくてしょぼい思い出の方が後になって振り返ると笑えますしね。これはこれでいいかも。いや、ダメですよ。うちらが良くても目段の OK 絶対出ないですよ。それな。うすうす感づいてた。しかし動画第1弾の反響がいまいちだったから何か新しいネタでも転がってないかと園内をうろついてるけど、やれやれ第2弾のヒントになるようなものは見つからないな。ユニ先輩、クロエ先輩がまた新明けの主人公ごっこしてます。洗脳はもう解けているはずだが奈落の呪縛に取りつかれたか。いや、なんかカメラ回してるっていうからそういうの必要かなって。ていうか先輩、その撮影魔道具借りてきてからほぼほぼ回しっぱですよね。稼働時間とか魔力チャージ残量とかどうなってるんだろう。ビスタリア家の宝物庫から引っ張り出してきた特級品らしい。一般に普及しているキャメラとはさすがにスペック差があるだろう。なんとかしてその高性能カメラカルミナちゃんとこの上に横流しできないですかね。ライブの音響版とか一気にイノベーション起こるんだけどな。岸さん、あれ、噂をすればカルミナのなんつったっけ、衣装担当のあいつじゃん。キャー、なんでチエルが口から心臓吐き出すとでも思ってるんですか。はいはい、そんなベッタベタな冗談は間に合ってますよ。アイドルと仕立て屋の両輪で多忙を極めるつむぎちゃんがいるわけ。仲良し部の皆さんもお久しぶりです。うわー、どうしたチエル君、口からプラズマ状の心臓が飛び出していったぞ。顔今
今世界の美少女がしちゃいけない顔してる。あれ？なんかお取り込み中でした？ステージの下見に来たら皆さんをお見かけしたので思わず声かけちゃったんですけど。はて、誰だったか君は。どこかで会ったような覚えはあるのだが。あれっすよ、ほら、世界を救うバイトの時、うちらと一緒にユニアート&毒舌ポンコツと戦ってくれたじゃん。はい、その節はメンバーともどもお世話になりました。改めまして、カルミナの紬です。カルミナ、ああ、チエル君が熱烈に支持している少女舞踊合唱団の。であれば当人に間近で相まみえてよかったな、チエル君。チエル君、死んでる。何回こするんだよその一連、いい加減慣れろし。カルミナスコスコ侍さんって普段はおとなしい方なんですね。いつもいただいてるお手紙だと、なんていうか、こう元気いっぱい、とっても独特すぎるユニークな文面なので。それは見たことないけど、多分そっちがデフォ。知らないし。声ちっさ。でもライブではすっごく大きな声で応援してくれるんですよね。のぞみさんに聞きました。ありがとうございます。これからも応援してくれると嬉しいです。あら、こちらこそ。あの、年下相手になんでゴリゴリの緊張してんだよ。しかし、もう不思議なものだ。会話にあが多いチエル君を見ていると、言いようのない共感性羞恥を覚えて魂が震え上がるな。はあ、それは騎士さんがいつも変なことばっかり言うからですよ。騎士さんさえいなければ私は怒ったり縛ったりしないです。そうですよ騎士先輩、バイト風情が何一丁前に演者をいじってるんですか。女子と軽口叩き合うお礼みたいな男子乗りやめてください。あんたら気が合いそうね。ごめんね、つむぎちゃん。うちの19歳が迷惑かけてるみたいで、今度きつく言っておくから許してあげてね。いえ、こちらこそ。うちのバイトスタッフがすみません。今度きつく物理的に縛り上げるので許してやってください。おい、よかったな同士。何やら君の存在が2人の少女の架け橋になっているぞ。さて、つむぎくん、我々は今授業の課題で映像作りに挑戦しているのだが、よければ感想をもらえないだろうか。チエルくんも出演していて。プロにそんなもん見せんな！ごはん。ですからね、何度も申し上げて恐縮でございますけども、私どもの代からテレジョはよそ様と比べて別格でございますのよ。清らかにしてひとやかたれ、母校の品位があなたの代でついえることになっては困りますわよ。お分かりでしょ、マリアさん。重々承知しております。時代の変遷に寄り添いながら適宜柔軟に対応していく所存です。お若い方はすぐ時代時代と言いますけれど、時代に流されず代々守り続けたものこそ伝統でございましょう。
伝統を守るためには時に厳格な処分も必要ではないかしら。学院の歴史はあなたの決断にかかっていますのよ、マリアさん。おっしゃる通りです。風紀を乱す生徒には都度厳しく対応しております。でもね、あなた声楽祭でも結局不良生徒の問題は先送りにしたでしょ。今回も実習室へ送ったと思ったら結局は野放しざましょ。先生方など当てになりませんわよ。あの方たちはいざとなると保身をお気になさいますから。その点この学院には生徒会自治法というものがございますわね。ご中元感謝いたします。当該生徒たちの処遇については慎重に検討させていただきます。よろしく頼むざますよ、マリアさん。せーの。あー、もうどいつもこいつも勝手ばっかり。会長、ご無事ですか？なんです、ノックもせず。何か大事でもあったのですか？お気づきになられなかったのですか？今この辺りで身の毛もよだつ恐ろしい方向が。あれはきっと魔物ですわ。その鳴き声で108の災いを招くという悪名高い伝説の猛獣ですわ。いえ、問題ありません。園芸部が実験用のマンドラゴラを引き抜くと申請していました。おそらくその断末魔でしょう。さすが会長、聞けば死に至るというマンドラゴラの断末魔を涼しい顔で。やはり鋼の聖女の名は伊達ではありませんわ。地獄の底まで突き従うことを改めて主に誓いますわ。ナタリー初期、依頼していた件については。はい、教務主任の行方が判明いたしました。特別講座の引率でメルクリゾートに行かれたようです。メルク…何ですか？メルクリゾートウィスタリアンズ、プレオープン中の超大型レジャー施設だそうです。年中無休でトロピカれるプールだらけな常夏の楽園だそうです。は？何それ、ずるい。しかも不吉なことに今回も仲良し部の方たちが関わっているらしいですわ。ナタリー初期、我が校にそのような部は存在しません。その面倒くさい縛りまだ続けるんだ。ナタリー初期、仲良し部を名乗る帰宅部の方たちについて要確認事項があります。はい、何でしょう？彼女たちは水着ですか？クロエ2年生もですか？ええ、プールですからおそらく全員水着ではないかと。なるほど、わかりました。何が？
の振幅原理を応用して断続的な波を起こす増波プールは、マルジェン海岸直送の砂を敷き詰めた人工ビーチと合わせて、屋内でありながら模擬的な海を作り出しているんだから。まあそれはすごいわ。でもお高いんでしょ？いえいえ、今ならカルミナライブの鑑賞券付きで4800ルピーになります。やっそー。そこはまるで楽園みたい。まさに冬といえばサマーだわ。みんなで早くメルクリゾートウィスタリアンズへ大出発よ。という PR 動画第2弾を作ってみたのだが、どうだろうか。うん、極めて再現率の高い書き割りだ。自然体の演技と相まって学生たちのリアルな日常を描出している。さあどうだろうか。クロエ先輩、今日も視聴者各位が反応に困ってます。でしょうね。ちなみにミーコさんはユニ監督の召集があると知った瞬間、なぜか突然の腹痛を訴えて布団にこもったらしいです。逃げたか。多分今頃は新たな出会いを求めて夏の渚を駆けずり回っていることでしょう。さあさあどうした、諸君。遠慮はいらんぞ、何でも言ってくれ。思ったことの一つや二つあるだろう、隠さず吐きたまえ。隠さずと申されるなら、演技とはいえキャッキャとはしゃぐクロエさんが尊いと思いましたわ。むしろキュート系クロエさん一強すぎて他の記憶はありませんわ。困るな君たち、それは同じクラスの身内びいきというものだ。もっと冷静かつ客観的な意見を述べてくれ。例えばそうさな、主演女優に関してはどうだね。え、ユニ博士ですか。博士に関しましては、その少々セリフをお減らしになられてはいかがかと。何、主演のセリフを減らせだと。ああいえ、減らすと申しますか、お三方のセリフをより均等に配分なさった方が自然な会話の雰囲気に近づくのではないかと思いますわ。なるほど、視聴者の需要を意識しすぎたか。確かに人気俳優の変更的な徴用は一方でドラマ剣としての必然性を害すとも言えるな。さもありな、これは貴重な意見を頂戴した。よし、クロエ君、チエル君、キャメラ君、撮り直すぞ。テイク3だ。名門セントテレサ女学院にそびえる旧図書館塔、通称象牙の塔。その一室に日々試作と試行実験を繰り返す希代の菜園がいた。象牙の塔のユニ、その豊富な知識量と天才的なひらめき、そして人知れぬ努力は噂に高い名門校を今なお名門たらしめている最大要因だ。そんな彼女がかつて残酷な運命に侵されていたことを知る者は多くない。慢性的軟化だるい症候群。休日の朝、なんかだるいんでゴロゴロしてたら夜になってるという、現代では10万人中わずか7万人にしか見られない不治の難病だ。ええ、初めて聞いた時は声が出ませんでした。この人いつもゴロゴロしてるなって思うことは多かったんですけど、病気のことを知ったら、ああそういうことだったんだって。
社交性豊かとは言い難いユニだが、その巧みな話術と愛らしい人柄を慕って集まってくる後輩も多い。同学院の1年生シエルさんもその一人だ。大江戸町まで行ってポーション処方してもらったりしてましたけど、やっぱり体力の前借りは副作用も強くて連用は難しいんでしょうね。朝から晩まで無駄にゴロゴロして本当に辛かったと思います。そんな時出会ったのがメルクリゾートだった。もちろん最初は私たちも半信半疑でしたよ。でもお医者様でもレスパの湯でもっていう絶望的な状況だったので、とりあえず騙されたと思って連れて行ってみたんです。すると立ちどころに異変が起こった。びっくりしましたね。もう目を輝かせて読書はかどるって急に元気になったんです。ほんとメリゾさんには感謝しかないですよ。その時の奇跡を振り返って、今象牙の塔の再演は満面の笑顔でこう語る。ここはまるで楽園みたい。まさに冬といえばサマーだわ。みんなも早くメルクリゾートヴィスタリアンズで再登時よ。という第三弾を作ったわけだが、どうだろうか。諸君から頂戴したフィードバックを反映させ、今回は主演女優のセリフを大幅に減らしてみた。さあどうだろうか。ええ、だいぶ見やすくなりましたわ。クロエさんの多芸ぶりも伺いましたし、その時点で満足度はストップ高ですわ。私たちもいよいよ体制がついてきて、審査基準が多少ガバついておりますけれど、仲良し部さんらしい作品で私は良いと思いますわ。いいえ論外です。審査の訴状にすら載っていません。ほう、手厳しい意見が出たものだ。詳しく聞かせ願おうか。内容云々を語る以前の問題です。今の時代ステルスマーケティングなど悪手です。論外です。言葉を濁さず申し上げればバカじゃねえのという総評です。ああそれはまあ、正直この場の全員が最初から思ってましたけども。そうなの？早く言って。いやどうせクソさありきのネタ動画だし何でもいいかなって。ステマに関しても編集の段階で画面のどっかにプロモーションを含みますって一言テロップ入れときゃ済むし。え、これ編集とかするんです？どうあがいてもひどいんだし、中途半端に手入れるより取って出しの方が適当感あってまだ味ってことになりません？つっても限度あんじゃん。ここまで滑り倒してると仲間内のゴミを入れたずなんて。あれちょっと待って、今ってこれもう何でも言っちゃっていい時間になってるの？あ、いい意味でです。なんだいい意味か。っていうか編集って言いますけども、そんな高度で面倒で時間かかることを誰がやってくれるんだっていう問題もあるじゃないですか。わかりました。滅多なものを世に出されても困ります。その工程については生徒会の方で請け負いましょう。マリちゃん会長ありがちる。っていうか今さらだけど会長いたんだ。当然です。課外授業で問題が起これば学院の評価に直結するのですから。私には生徒会長としてあなた方を監督する義務があります。はて、似たようなことを最近別の誰かに言われたような。マリア、あんまだるいこと言うなし。せっかく遠いとこ来たんだからのんびり遊んできって。ね、ほらおばちゃん一緒に砂のお城作ってあげるから。え、怖っ。なになに、なんでそんな無言で睨むの？
気楽なものですね、クロエ2年生。まあいいでしょう。それが分かっただけでもここまで来た甲斐があったというものです。あらあら、会長さんったらそんなことをおっしゃって、おかわいいこと。私たちの目は欺けませんわよ。その妙に親近感を覚える鋭い視線、あなた同志ですわね。はあ、水着のクロエちゃんかっこよ。飛空艇呼んでここまで来たかいあったな。あ、どうした、諸君。なぜ全員口角を上げたまま黙り込んでいる。何を悟ったんだ、その神秘的なアルカイックスマイルは。推しのよさみを分かる新規が増えてきて、最近は古参の私たちも鼻が高いですわ。ちなみに私たちは同担歓迎タイプのオタですわ。されど推し方は人それぞれ。会長さんの秘めたる思い、私たちは気づかなかったことにいたしますわ。にわかに厳しいジャンルは先が細いとも申しますわ。なんかこの辺急に寒気すんだけど、怖っ。なんだこれ。おはよう世界。どうも、幼馴染3人組の仲良しユニチャンネルです。今日はですね、こちらのドリンク、ノンムギタイプのノンシュワに、なんとこのスースーする錠剤をミックスして。くたばれ世界、どうも、暴露系アングラ3人衆のテレジョブラック報道部です。今日はですね、オープンを間近に控えた某大型レジャー施設とその運営母体である某財団の闇をバリバリ暴いていきたいと。真冬の真夏がここにある。ゼンドソルが泣いた究極の感動体験。あっという間の2時間でした。やばいっす、バリクソ感動っす。衝撃の展開だ、涙止まらぬ。メリゾ最高。この冬あなたは本当の夏を知る。メルクリゾートウィスタリアンズ。前売り入場券は絶賛発売中。今ならもらえるカルミナのサイン入りメリゾマンジュ。というわけで PR 動画の第何だった、2桁を超えたあたりで数えるのが面倒になったが、とにかくめったやたらに取り散らかしてきた。うっ、厚かましい。天下の紬ちゃんに何させてんのこの先輩たち。さあ、ご覧いただいた視聴者諸君、どうだろうか。努力は認めましょう。下手な攻撃魔法も数打てば当たると言いますし。あね、したらこの辺でフィックスってことでよき。そうですね、商業政策において完璧とは理想であって目標ではありません。上がらない良作より世に出た凡作こそが正義です。っていうことは、つまりこれで完成。しかしまだ多少の時間は残されています。全体的に最高の余地がないこともないでしょう。ふわっとしたフルリテイクやめてもらっていいすか。やれやれ、結局また作り直しか。しかしこうしてまたネタ探しにあてもなく散歩してるわけだけど、いいアイディアってやつはなかなか降ってこないもんだな。そうだな、
クロエ君の主人公ごっこもいよいよ言ってることが変わり映えしなくなってきたしな。っていうか本当どうします、次の PR 動画。ユニ先輩なんか他にネタないんですか？ない、思いつく限りの悪ふざけは全て放出した。あ、よかった、悪ふざけの自覚はあったんですね。どうすっか、何度も撮ってるからスキルとモチベは勝手に上がってきたんだけど、ネタの方が先に尽きちゃうのは想定外だわ。マリア君たちの大雑把な論調を思うに、正直どんな出来であれど我々がこれでいくと強く押せば通りはするのだろうが、不覚にもこっちのモチベが上がっちゃってる説、まあ100満足は無理にしてもそれなりに自分らで納得できるもん出して終わりたくねっていう。最初は学校の課題だからしゃあねえ適当にやるかぐらいのテンションでしたけど、ここまで来ちゃったらもう最終しっかり褒められたいですもんね。財団は我々に何を期待してるのか、それをいつも考えていた。ことビジネスにおいては妥協しない彼女らが、予算削減のためだけに名も芸もない素人を使うとは思えない。なんかもう考えすぎて分かんなくなっちゃいましたね。てかじゃあ、一旦頭リセットして普通にやってみる？何ですか普通って？いや知んないけど、普通の広報映像を見たく、普通にちゃんと商品の紹介する的な。ああ、確かに存外やってなかったな。普通はまず普通にやるって発想がなかったかもですね。なんでだろう。ウケる、どういう褒め言葉よ。いや別に褒めてはいないか。うん、よかろう。では次のテイクは普通をやるという方向で。どうしたクロエ君、一点を見つめて。ああ別に、あそこの建物なんかいかつい美女したおっちゃんたちがゾロゾロ出てきたからなんだろうと思って。本当だ、メリゾのほがらかスタッフさんたちとは服も雰囲気も違いますね。いかにも職人さんって感じ。何やんだろあそこ、建設途中のエッグいアトラクションとかかな。ほう、学術的探求心がうずくな。少々覗いてみるか。ほほう、これは機械な、いや機械というべきか、なんていうか鉄って感じの地下室ですね。手が熱くない？何個の部屋謎に蒸すんですけど、水着でちょうど助かり。何の部屋かな。イユニ先輩わかります？あの壁に並んでる謎マシーンとか。かつて育てのジジイたちと理系の里を冷やかしに行った時、からくり工学の工房で似たような構造物を見た覚えがある。確か科学と魔導のハイブリッド機関で。よく勉強してるな物知り姉ちゃん。なのに立ち入り禁止の札は読めなかったのか。勝手に入ってもらっちゃ困るぜ、出てってくれ。学生さんらが社会科見学中って話は聞いてるけどよ、この機関室っていうのは言ってみりゃメルクリゾートの心臓部だ。素人が迂闊に近づいちゃなんねえ聖域なのさ。さようか、それは申し訳ない。だがここが心臓部とはどういうことだろうか。さっきあんたが言いかけてた通りさ、ここに並んでるのは科学と魔導のハイブリッド機関魔導釜だ。それもめっぽう最新鋭のな。魔導釜。ああ、炎の霊場秋のミスタリア総指揮のもと、ミスタリアグループの関連企業各社がその技術を結集して開発しためっぽう最新鋭の動力システムよ。魔導釜といえば、それ一機で膨大なエネルギーを生成できると聞く。
地上の温水プールに必要な熱や増波装置に必要な動力は皆これらの魔導釜によってもたらされているわけか。ああ、凍える大地にあって園内全館をポカポカ陽気に保っていられるのもこの滅法最新鋭な魔導釜のおかげってわけや。最新鋭、めっちゃ強調しますね。ああ、何せ滅法最新鋭すぎて俺たち下請けにも若干未知数なところがあるぐらいだからな。魔導釜大丈夫そう？いやだからだよ、だから浮かずに近づくなって言ってるんだ。最近の学生は本当に考えが足りねえな。あ？ほらほら、問題起こす前に常識も知らねえ素人蹴れ蹴れ。こんな汗くちゃいとこ言われなくても帰ります。そんな言い方しなくてもいいのに感じ悪い。構うなチエル君、そして静かに祈ろう。どうか魔導釜に何らかの問題が発生して彼が本社のお偉方からネチネチ必要に責められんことを。なんなら取り返しのつかない大故障が起こってほしい。いっそ爆発とかしてくんないかな。あ、それですね。断然値段絡みだし実際ワンチャンありそうなオチですよね。ああ、根拠が値段だからというのは極めて説得力のある推論だ。むしろ爆発のために作られたような気さえしてくる。だし、あとリアルに爆発起きましたってなったら悪い意味で騒がれてプロモーション効果も見込めるじゃないですか。エクスプロージョンとかけてエクスプロモージョンなんつってやましいわ。ゲラ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 。そんガキどもが言っていい冗談と悪い冗談があんだろうが。あ、なんだこのおっちゃん急にでかい声出して。値段の爆発は必要悪、いやもはや様式美だ。地獄も知らない素人が口を挟まないでもらいたい。だから爆発とかそういう不吉なことを言うなって言ったんだよ。こう見えて弦を担ぐ方なんだ。職人の聖域で縁起でもねえこと口にすんじゃねえ。いや知らんし、あんたに言ってるわけじゃねえわ。裏若き乙女が身内でガールズトークに花咲かせてるだけだわ。ねえ、ちょっと爆発みたいって言ってるだけなのにね。言うなって言ってんだろ。フラム立てに来たのかてめえらは。中のカニ座は序南の層が出てるから、お前らが来た時点で俺はもうちょっぴりナーバスになってんだよ。カニ座、そんな個人情報聞いてません。機嫌悪いからって怒鳴らないでください。爆発爆発。この野郎ふざけんな。ぶん殴られてるのか。爆発しろ。親方、おやつの時間ですね。出来たてのほかほかメリゾーまんじゅう。あれ、親方、学生さんたちと何してんの？ひどいやこの子たち。今のご時世、大人が子供を殴れないこと知ってても言いたい放題。ちょっともう誰ですか泣かせたの。今週のカニ座どんだけナーバスなんだよ。とりあえずみんなで饅頭でも食うかい。
とかいう衣装は肌の露出が多く、紫外線が気になるところだ。後輩、君も。何？クロエ君に日焼け止めの油を塗ってもらった？相変わらず毒婦が過ぎるな。大概だぞ、クロエ君。ということで、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。ひとまずここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。